皆さん、お元気でお過ごしでしたでしょうか。ラッピーしばしです。今日はですね、ロープマジックをやってみたいと思います。そしてこのロープマジックをシリーズで10回一緒にですね、取り組んでいきたいなというふうに思ってます。まず最初に、どんなロープマジックなんでしょうか。はい、結び目ができました。首にこの結びを回します。引っ張りますと、なんとなくなってるではありませんか。え、いや、なくなっていません。はい、これをですね、解説したいと思います。で、その前にロープの取り扱い方をちょっとだけですね、説明します。ロープはできるだけですね、太めの方がよく見えていいと思います。まあ、あの100円ショップなどでこういう細いのもありますけども、あの近くでね、1人か5人ぐらいで見せるんならこれでもいいかもしれないですが、やりにくいですよね、細いと。そして太いと見栄えがします。で、まずですね、このロープマジックをやる前に2つだけね、注意しておきたいと思います。はい、まずこのほつれですね、この先っちょのほつれを止めるやり方です。ここにいろいろぶら下げてますけども、はい、ビニールテープでこのようにね、ほつれを止める方法があります。ビニールテープをここに巻いて、そしてこの先端をハサミでちょんと切りますね。はい、でもう一つが、あ、今のごめんなさい、セロテープでした。次の方がビニールテープでしたね。はい、訂正します。でビニールテープでこのように、ビニールテープいろいろね、色がありますから、自分で好みの色を使ってください。まあ白には赤がとってもよく合うと思いますね。こう、はい、次がですね、ボンドです。ボンドを使って、はい、先端をこのようにね、ボンドで、はい、ほつれを止めるようにします。これは乾くとこんな風になります。はい、こんなやり方がありますので、まずロープを一ひろですね、ご準備ください。それから、このシリーズの中でロープ切りもやりますので、よく切れるハサミね、まあ、よく切れるって言ってもこのロープがよく切れるハサミをご準備ください。はい、まあ100円ショップなどでもハサミは売ってますけど、できるだけ、はい、こう洋服の生地とかね、そういうとこ売っている洋品屋さん、そういうとこで購入されると割とね、よく切れるハサミが手に入ると思います。はい、そんなわけで今のがロープマジックを始める前の準備ですね。次が今のの解説をいたします。これはまあ古くからある嘘結びのやり方です。まずロープをこのように揃えて、はい、そして、はい、こういう状態ですね。そしてこの中ね、輪の中にこの、はい、端と端を通します。通してぐーっと締めていくと、こういう結び目ができるんですね。
はい、ここまでがフォールスノットの作り方です。次はこれを消す方法ですが、ただ消すんでしたらこれを後ろにクトンとやれて引っ張れば消えますが、次の瞬間結びをやりたいんですね。ですから手の持ち方がこういう持ち方になります。普通はまあこういうふうに持ったりこういうふうに持ったりしますけど、こう、登山のこう登り方ですね、こういう感じで登りますよね。そういう、はい、イメージで持ちます。そしたらこれとこれをですね、この手をこう合わせていくときに、こちらのチョキでこちらの先端、こちらのチョキでこちらの先端を持つ。そうすると瞬間的に結びができます。はい、じゃあスローでやってみます。はい、消しますよ。消しました。はい、これでぐーっと寄っていって、こちらがこういう状態ですね。でこちらがこういう状態になってますね。いいですか。はい、これでスーッと引いてくると瞬間的に結びができてしまうということですね。はい、じゃあ続けてやってみます。まず一本のロープを、はい、確かにございますよ。そしてはい、この部分を持ってこうきますね。そしたら2本の端を通します。通しましたら左手でぐーっとこのね締めていくんですね。でまあちょうどいいね大きさになるまで締めていったら見せます。はい、はい、ここからですね手を持ち替えてこういう状態作ります。はい、後ろに首の後ろに飛んで、そして瞬間的に結びができます。はい、これはですね、この本を参考にしてラッピーが今説明しました。まだこの本の中にたくさん入ってますので、もしねこれ本ね購入される方おりましたらぜひ購入してください。私からじゃないですよ、本屋さんでね。はい、今やったのがですねロープマジックの始め方です。シニアの手品と教室ナンバー109。はい、じゃあ次回また2つ目をやりますので楽しみにしていてください。